V リーグに参戦しているフラーゴラッド鹿児島は、おとといと昨日、ホーム日置市で試合に臨みました。開幕4連勝で勢いに乗っています。初めてのナイトゲームとなったおとといの試合、日置市のフラゴラアリーナには802人のファンが集まり、選手たちに声援を送りました。昨シーズンからまだホームで負けなしの青いユニフォームのフラーゴラッドは、福岡ウイングスピリッツと対戦しました。試合はサーブで攻めたフラーゴラッドが勢いに乗ります。序盤からサーブで攻め、相手を突き放します。さらにこのブロック、最後もサービスエースで締めくくり、第1セットは25対17で奪います。第2セットもフラーゴラッドの勢いは止まりません。大卒ルーキーで身長195センチとチーム1の長身、古井のブロックが次々と決まります。古井の活躍もあり、中盤は驚異の9連続ポイントで第2セットも連取します。第3セットは山本のトスワークが光り、相手ブロックを散らして長友のクロススパイク。調子も上がってきたと話す長友を中心に得点を重ね、セットカウント3対0のストレートで勝利し、開幕3連勝。迫力ある試合に集まったファンも大興奮です。すっごい興奮しました。キャプテンの長友さんも大ファンになりました。かっこよかったです。でなんで今まで見なかったんだろうと思って、今度からも絶対応援に行こうよと思いました。楽しかったです。試合の入る前からサーブは打っていこうっていう風にチームとして決めていたので、はい、今日全員が本当にいいサーブ打って相手を崩せてたのかなっていう風には感じてます。近くのスーパーとかで見たことあるっていう人とかもいたんで、まあ、そういう意味ではもう本当にもうしっかりとしたホーム戦を戦い切ってるんだなっていうのを感じれたんで、まあ、すごいその親近感的な部分でもやっぱりその地元の人がこんだけ熱く応援してくれるっていうのはとても嬉しいです。いや、また新たなファンが生まれたようですね。はい、そうですね。これからもすごく楽しみです。フラゴラッド、昨日の2戦目もストレートで勝利しまして、開幕から4連勝です。次の試合は今月16日と17日、一木一木の市で、昨シーズン V2 に所属していたクボタスピアーズ大阪と対戦します。